こんにちは、ソラジ工房です。はい、今日はですね、本物を見分ける方法はということでお伝えしていきたいと思います。はい、で先日ですね、ある仏像彫刻家の方にこうお話を伺ったんですけど、1800年前ぐらいのですね、2000年ぐらい前に、仏像が世界で初めて作られた地域ですね、パキスタンガンダーラ地方の、仏像を持っておられてですね、で見せていただきですね、ちょっとこう解説していただいたんですね。でその時にですね、私いろいろこう質問させていただきまして、でどのジャンルにせよですね、こう偽物が横行する世の中なので、はい、で本物を見分けるコツってあるんですかっていうことをですね、ちょっとこう質問させてもらったんですね。その仏像家の方にですね、仏師の方にですね、はい、そうしますとですね、とても興味深い一言をいただきました。圧倒的な量をこなすこと、はい、で武士の方曰くですね、数をこなすことイコールたくさん見ることですね、たくさん見る機会を得ることですね、はい、で専門家の多くはですね、こう精密検査なしでもですね、一目見た瞬間に、はい、これ本物だ、これ偽物だって区別がつくとのことでした。はい、でこれは確かにね、信憑性があるなと思って、と言いますのもですね、でヘンプ布は偽物がめちゃくちゃ多いってことなんですけど、はい、でスワラジ屋号を、ね、名乗る前ですね、2002年ぐらいからネパールでのヘンプ布での製品作りを、ね、始めてたんですよね。でその当時ですね、こうヘンプというだけで、まあ、今もそうなんですけど、ヘンプというだけでリネンとか他のラミーとか他の繊維よりも希少価値があって、またエコロジーの付加価値もあるので、これヘンプだよって言われるままにね、こう盲信するのはね、すごい危険なんですよね。で私もですね、この仕事を始めて10年ぐらいまでは、結構ですね、何度も偽物を捕まされて仕入れてたことはありましたね。あ、これ例えばこうタイとかの問屋とかでも、あ、これヘンプだよって言って買って仕入れて、でそれでものづくりして、で経験積んでいくうちに、いろんな業者とかいろんな生地とかいろんな工場とか見てるうちに、あ、前これ使ってたやつヘンプじゃないじゃん、私は間違ってヘンプだと信じて売ってたけど、ヘンプじゃなかったんだってことありました。はい。で実際ですね、リネンとヘンプってすっごい似ててね、判別難しいんですよね。で加えてですね、これ法的な表示規定が明確ではないんですよね。と言いますのもですね、じゃあオレンジジュースの例言ってみましょう。でオレンジジュースと明記するにはですね、法的なこう規定がありまして、オレンジの果汁 100% で添加可能なものは砂糖か蜂蜜だけってこう決まってるんですよ。でこれ満たしてないとオレンジジュースって言っちゃダメってことで、で清涼飲料水でこうオレンジっぽいのありますよね。でそれもですね、オレンジジュースって言っちゃダメなことはもちろんなんですけど、オレンジのこの切った断面ですね、これを表示してもダメ、使っちゃダメっていう規定があるんですよね。でヘンプの場合ですね、こう指定外繊維との規定があれば OK ってことで、何パーセント入ってるかとか、で指定外繊維で必ずしもだヘンプじゃなきゃいけないっていう明記もないので、その辺結構曖昧なので、もう気をつけたいところですね。はい、で偽物に騙されないためにはってことなんですけど、やっぱりですね、こう人間時間も体も限りがあって、なかなかたくさんのことを専門的な経験を積むのってね、難しいじゃないですか。はい、なので、興味があるけどね、それぞれのこと深掘りってね、本当難しいですよね。でそれならば信頼できる専門家を信じるのも大切です。でもう一つの方法としてですね、自分が専門家になる。でスワラジ工房はね、こう民族楽器のね専門家でも何でもないんですけど、まあとっても好きなことなので、まあ、続けておりまして、で先日もですね、このウードの専門家の方たちとね共演させていただいたり、素晴らしい経験させてもらってます。でなので得意なこと好きなことがあったら長年続けましょうってことですね。でマニアックでリッチな領域だとなかなか直接仕事には結びつきづらいかもしれないんですよ。はい、でもですね、長い人生を歩んでいく上でストックされた専門性ですね、貯金にだって劣らないぐらい大事な大事な資産です。はい、でなぜならばね、こうお金出したってね、こう買えないじゃないですか、こう蓄積してきたものって。はい、なのでそういう感じで、こう天然繊維のものづくりをベースに、音楽のこと、料理のこととか、私が旅で学んだことを中心にこれからも発信していきたいと思います。でよろしかったらチャンネル登録とかライクボタンとかいただければ励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。